はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、皆さんと一緒にグラスノードのウィークリーのオンチェーンのデータ分析というのを見ていきたいと思います。で、今日のメイントピックにつきましても、ビットコインになっているんですが、今日のおそらくこの動画を皆さん見ている時点ではビットコインがですね、ものすごく狭いレンジからちょっと抜け出して上に行くような状況になっているんではないかなと思いますが、じゃあ本当にこのまま上に行くのか、もしくはブルのケースから見た場合、もしくはベアのケースから見た場合って、今のマーケットってどんな分析ができるのかというのを、今日はですね、見ていきたいと思います。で、結構ですね、シンプルな動画というかになるんじゃないかなと思うので、おそらく10分ちょっとぐらいになると思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで早速見ていきましょう。こちらですね、ケース4ビットコインブルズ&ベアということで、ビットコインを分析をして、ブルのケースから、そしてベアのケースから見ると、どんなポイントがあるかというのが今日の動画のトピックになっております。で、今のですね、一応マーケットの状況を見てみると、こんな感じで横横横っていうふうにしていて、ちょっと今、ポンと上に抜けているような感じではあるんですが、ほぼ水準としては変わらないと思うので、このあたりは大丈夫かなと思います。で、まずはですね、マイナーの動きからちょっと全体的には見ていきたいと思うんですが、その前にですね、ビットコインの今の新しくアドレス、新しくビットコインを保有しているアドレスが、どういうような推移になっているかっていうのを見ていきたいと思います。で、この黒のチャートが、ビットコインのこれ過去のヒストリカルの動きになっておりまして、このオレンジがですね、毎日毎日のビットコインのそのニューアドレスの動きになっておりますと。で、このブルーのラインが365日、過去1年間の平均ですね。で、この赤が30日の移動平均線となっておりまして、これ過去のですね、推移を見てみると、例えばこの2018年の11月の大きな暴落の前のタイミングでは、この365日移動平均線がレジスタンスとして、この30日移動平均線の上値をですね、キャップしたような形になっていて、その後大きくこの365日移動平均線もぐわーっと下がっていったような状況になったと。逆に大きく上昇していくブルマーケット、もしくはその前のタイミングでは、この365日移動平均線が30日移動平均線のサポートのラインになっているというのは結構面白い対比になっているかなと思いますと。で、じゃあ今どうなっているかというと、今ですね、まさにレジスタンスになっているような状況なんですが、ここからこの30日移動平均線が365日移動平均線をぶち抜いていくかどうかというところが注目をしていくポイントなんですよね。で、これを見ていく上でマイナーの人たちの見方が一つベアマーケットの見方、ベアマーケットというかベアケースの一つになるんですが、はい。で、その前にもう一つ見ておきたいのがビットコインのですね、ノンゼロバランスアドレスというものになっていますが、これ何かっていうと、ビットコインを少しでも持っているアドレスの推移というものになっていまして、で、今現在はほぼ水平線のように動いていて、入りもでもなくというか、入りもでもあって、全部それがプラスマイナスゼロぐらいになっているような状況なので、そんなに今積極的にビットコインをですね、新たにウォレットを作って投資をしているというふうな人たちがそんなにいない状況なんですよね。つまりほぼほぼマーケットから無視されているというような状況にあると言っても過言ではないかなと思うんですよね。で、そんな状況の中、皆さんと見ていきたいのが、今ですね、現在ビットコインのそのネットワーク上で、起こっておりますトランザクションの数というものになっているんですが、で、今大きくもう下落していると。なので、もう誰もビットコイン触ってませんよみたいなような状況に、まさになっているというようなのが、今のそのビットコインの、マーケット環境なんですよね。はい。で、そんな中なんですけれども、今ですね、この黒がビットコインの価格の推移で、この紫の線が、ある手法をベースに、ビットコインのですね、ブレイクイブンの価格、マイナーにとって、ブレイクイブンの価格の、今、測定をですね、したものなんですけれども、だいたい1万9000ドルぐらいなんですよ。なので、もうほぼ今、ブレイクイブンになってきていると。つまり、ビットコインを掘って、ビットコインをマイニングして獲得してそれを売却したとしてもほぼ利益が出ないような状況に今あるというのがこのチャートを見てもわかるかなと思います。で、もう一つ見ておきたいのがビットコインのですね、マイナーの人たちが保有するビットコインの枚数ですねが今急激に2019年ぐらいから比べると10倍ぐらいになって増えていると。
で、これはどういうことかっていうと、もしマイナーの人たちの経営運営が立ち行かなくなった場合、彼らはビットコインを売って、まあいろんなお金だったりとか諸々の支払いを済ませなければいけないような状況にあるわけなんですよね。で、おそらく今はまだ大きなプレイヤーに関してはそういった状況に追い込まれてはいないんですけれども、もしそういうことが起こった場合、大量のビットコインの売却が発動する可能性がありますよと。で、もっともっとビットコインの価格が下がって、かつその状況がしばらく長く続いたりとかしてしまうと、やっぱり赤字垂れ流しの状況で運営をしていかなければいけないので、ビットコインについては追加的な売却がマイナーから出る可能性がある。これがおそらく、まあ、オンチェーンのデータでわかる最も大きなダウンサイドリスクになっているんじゃないかなと思います。で、もう一つは、先日もちょっとニュースベースでお話をしたんですけれども、今ビットコインのクジラから、まあ、あのスモールプレイヤー、まあ、一般の個人投資家のような人たちにビットコインが結構売却をされているんですよね。で、そういった、まあ、いわゆるその短期でまた入ってきている人たちの、がですね、もしビットコインが下落した場合、まあ、もう一回投げ売りする可能性があるというのも、まあ、一つあるんですけれども、そのあたりが今ビットコインの下落のリスクとして非常に注目を集めているポイントになっているかなと思いますと。で、ただし、まあ、このビットコインの、まあ、特にマイナーからの下落というか、まあ、売り圧みたいなものは、まあ、今の感じだとそんなにすぐ正直来ないかなという印象は、まあ、あるのかなと思いますと。で、特にやっぱりこのビッグプレイヤーたちっていうのは、まあ、3つの会社というか、まあ、あのプールだけで、まあ、相当な、まあ、割合を占めてるんですよね。なので彼らが、まあ、おそらくそういった生産をしなければ、まあ、大規模な生産をしなければいけないぐらいの、まあ、状況に、あるというのはなかなかちょっと考えづらいかなと正直思うので、あまり、まあ、追加的な売却が、まあ、出るとは、考えづらいかなと思います。ただし1万4000ドルとか1万ドルみたいな感じで大きくドーッと下がってくるような局面があると、もちろんあの売却っていうのは入ってくるんじゃないかなと思うので、まあ1万8000、1万9000ドル近辺を維持できている限りは、まあそういったところはないのかなというふうに、まあ、思っておいても、まあ、僕はいいのかなというふうには思っておりますと。で、そんな中なんですけれども、ここからはブルケースですね。まあ、これまではちょっとベアケース簡単にご説明したんですけれども、ブルケースという観点で言うと、今ですね、ビットコインをさっきもちょっと、お話をした通り、小規模のプレイヤーが今結構買ってるんですよね。で、その一方でビットコインのクジラの売却が進んでるという話はあるんですけれども、ちょっとここ見ていただきたいんですが、一番大きなプレイヤーの人たちは、まあ、実はビットコイン買ってるんですよ。なので1万ビットコイン以上持ってる人たちは買い漁ってると。で、大体ですね、10ビットコインから1000ビットコイン持ってる人たちは、まあ、結構売ってるんですよね、ここ最近は。なので、スモールプレイヤーかビッグプレイヤー、まあ、超ビッグプレイヤーは、まあ、買ってる、その中間層を売ってるみたいな感じに、まあ、今なっているような状況となっておりますと。で、特にこの一番大きな列、まあ、一番上の列かに関しては、ビットコインがですね、大体2万ドル近辺ぐらいからものすごく買い集めてるんですよね。まあ、このあたりの動きは、まあ、一つ興味深い動きとして、まずは捉えておきたいかなと思いますと。で、さらにですね、進んでいくと、長期の人たち、短期の人たちがどういったレベルでビットコインを買ったかっていうのがこのチャートで、分かりますと。で、赤がですね、短期の人たちの動きになっているんですけれども、短期の人たちが一番買ってるボリュームゾーンっていうのが、まあ、大体2万円、あ、すみません、2万ドル前後なんですよね。なので2万ドル割れてくると、まあ、その短期の人たちから売りが出るというような可能性はある一方で、長期の人たちが買っているボリュームゾーンってどこかっていうと、まあ、大体4万ドルから3万ドル近辺なんですよね。で、それからそれよりも上で買っている人たちはいるんですけれども、まあ、今の水準まで落ちてきても、まだやっぱり積極的なビットコインの売りみたいなものは長期投資家からは出てないと。なので、おそらくここからまだ下がっていったとしても、少なくとも長期投資家からは売却売り、まあ、売却みたいなものが出づらいとは思うので、短期の人たちの売りが終われば、まあ、ビットコインに関してはまた買いが入って支えられて上がっていくみたいな感じの状況になるんじゃないかなというのは、こういったところを見ると、まあ、ちょっと、まあ、一つの見方かもしれませんが、まあ、想像が
できるんじゃないかなと思いますと。なので、総じてビットコインの今の現在地という観点で言うと、まだ下がっても短期的には下がるかもしれませんが、買い需要というのは継続してビットコインについては発生をしていくんじゃないかというのが一つの見方としてあるかと思いますと。でプラスもう一個見ておきたいのが、ここ、常に皆さんにお伝えをしているときに、このグラスノードを伝えているときに見ていると思うんですけれども、取引所におけるビットコインのですね、バランス、ボリュームですね、がどん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 今抜けていっていると。で、これが、大きな、投資家でもいいですし、小さな投資家でもいいんですが、彼らが買った後に取引所からビットコインを抜いて、自分のアドレスに移して保管をしているというのが、分かるかなと思いますと。で彼らはやっぱりそのビットコインを取引所から抜くってことは、すぐに売る意思がないってことですよね。で今はその傾向がどん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 価格が下がっていながらも続いているというのは、長期的にこのビットコインを保有しようというバイヤーが積極的にビットコインを安値で買い集めているというのが分かるかなというふうに思います。でもう一個面白いのが、特にこのビットコインを取引所から抜いているプレイヤーがですね、コインベースのプレイヤーなんですよ。直近で非常に大きく、ちょっとこれ見えづらいかもしれないので、拡大しますけれども、あれこんな感じかな、こんな感じで大きくドーンと下がってるんですよね。で、コインベースのプレイヤーっていうのは、アメリカで言うと、機関投資家が非常に多いというふうに言われています。で、プラス、皆さんにここ最近で一回お伝えをしたかと思うんですけれども、アメリカの特にコインベース使っているプレイヤーの中で、おそらく多いのが、ウォールストリート関係のプレイヤーだったりとか機関投資家で、しっかりとしたなんていうのかな、バックボーンを持っている人が、結構機関投資家では多いと。で、彼らは自分たちの例えばあえて名前出さないんですけれども、世界的に有名な投資銀行が個別でまたファンドを作って、彼らがですねビットコインの投資とか、短期的な投資家も含めて、やってるんですよね。で彼らがもしこれビットコインを買っていて、どん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 別のウォレットに移しているということであれば、これは説明が結構つくんじゃないかなというふうには思っていますと。なので、こういった動きっていうのは、長期的にアメリカの機関投資家がビットコインを買っているというところにダイレクトにつながっていると思うので、これは非常に面白い傾向になっているんじゃないかなというふうに思います。でもう一つなんですけれども、このチャート結構いろんな情報が詰まっているので、何をご説明しようかなと思うんですが、一番大事なのが、この緑の線と、この赤の、線というかチャートですね。これ何を示しているかというと、この緑の線が、どん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 上にビヨーンと伸びていっているというのは、ステーブルコインの、発行枚数というか投資家が持っているステーブルコインの枚数が多くなっているというものですね。つまり投資家のバーイングパワーが高まっているというものになってますと。で下のこのオレンジのラインについては、ビットコインとイーサリアムを取引所から抜いているというような感じになっているんですね。そこは少なくともいいとして、一番注目をしてほしいのが、このビットコインとイーサリアムがお金が抜けている時に、今どん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 、そのステーブルコインの投資家が保有するボリュームがどんどん高まっていると。つまりマーケットでは売り圧がどん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 減っている段階で、もっともっとじゃあ将来的にビットコインを買えるような余力が投資家が持っているということですね。でこれは短期的にこのお金が使われるかどうかっていうのは別としても、やっぱり長期でビットコインに資金が入ってくる可能性がある状況ができつつあるということですね。売り圧も非常に少なくなってきてますし、どん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 ビットコインは長期投資家は買って、自分たちもウォレットに移している。そして自分たちの手元にももっともっとたくさんのステーブルコインがあるというような状況は、ちょっと長期的に見てみると、やっぱりプラスな方向に見えなくはないかなっていう感じはありますよね。でもう一つ見ておきたいのがこちらなんですけれども、ホドルウェーブというものになっていて、ここのいろんな赤とかオレンジの層になっているんですが、簡単に言うと、買った直後の人から買って3ヶ月までの人たちのマーケットでの割合が今こちらに示されていますと。で今がですね、この3ヶ月までしかビットコインを持っていない人たちの割合が全体で 11.5% なんですよ。つまり 85% のビットコインのホルダーは3ヶ月以上ビットコインを保有している、つまり中長期の取引
まあ、トレーダー、まあ、もしくは投資家なんですよね。で今どん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 短期の、ビットコイン投資家トレーダーみたいな人たちが、まあ、減ってってると。つまりビットコインが下落をしてももう売らなくていいやっていう人しか今マーケットに、まあ、ほぼ残ってないと言っても、まあ、過言ではないですね。なのでもうマーケットへの、過度な売り圧力は、まあ、ないというのが、まあ、こういったところを見ても分かるんじゃないかなと思います。で、もう一つ見ておきたいのがこれ面白いんですけれども、このオレンジのラインがあのバイナリー、まあ、ライブリネスっていうんですが、これがどん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 下に下がっていってるってことは、まあ、今短期的なプレイヤーが、メインでビットコインを売却しているというような意味になります。これ逆に上がっていってる場合には長期の投資家がビットコインを売却しているという意味になるんですね。で、これが今急激にギューッと下がってきてますよね。でこれ過去も同じようなことが起こっていて、ここ見ていただけば分かる通り、まあ、緩やかに下がってきてギューッて下がった時っていうのは短期投資家が、まあ、結構ビットコインを売却したようなタイミングになっているんですけれども、つまり短期投資家がマーケットが減れば減るほど、特に急激に減れば減るほど、より大きな上昇が、まあ、促されるというか、まあ、それにつながっていくような傾向が過去にもあったというような状況ですね。で今まさにそれと同じようなことが起こっているので、今すぐマーケットが上がってくるというわけじゃないんですけれども、今まさにどん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 、短期の人たちが抜けていってもう売り圧力がなくなっていく、そういった方向に向かっていっているような状況に今あるということですね。はい、まあ、あのいいことばっかり、まあ、言うつもりはないんですけれども、一応、まあ、今そういう状況で、あるということですね。で、こちらも見てほしいんですけれども、これ全部の、長期投資家の動きなんですが、このちょっと見えづらいから紫の、線があると思うんですけれども、これがですねビットコインの、長期の投資家が、まあ、持っているビットコインの割合というものになってますと。で今短期的にバーッと増えてますよね。でこれがビットコインのマーケット環境が悪い中、どん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 ビットコインを長期投資家が買いためているような状況になっていますと。で、ちなみにここでいう長期の投資家っていうのは155日以上ビットコインを持っている人たちのことを指すんですね。でなので155日だいたい動きがちょっとずれているというような見方もできるので、155日後ろにマーケットこの線をずらしたものが、まあ、オレンジ色のところに、まあ、オレンジ色の線がその紫の線をずらしたものになるんですが、まあ、大体テラショックが、まあ、ルナとかのショックが、まあ、あった時のタイミングぐらいから、まあ、結構買い始めてる人がいる。つまりこの暴落のタイミングから、まあ、結構ビットコインを長期投資家はせっせせっせと買いためてっていうような状況にあるということで、長期投資家がやっぱりこの買ってるビットコインのそのサイクルっていうのは、まあ、結構その上昇していくサイクルの前兆でもあったりするんですよね。ここ見ていただければ分かりやすいかもしれませんが、ビットコインが、まあ、あの大きな波を打っている時でも、長期投資家が、まあ、買いだめていると、まあ、そういうような状況はやっぱりそのビットコインが大きく上昇してくる前兆になりやすくて、彼らは逆に大きくマーケットが上がっていくようなタイミングで売っていくんですよね。で今まさにこの流れと同じようなことが起こっていて、長期投資家がビットコインを買いためているというような状況であるので、もう少しいつか分かりませんが、まあ、来たるブルランに向けてマーケット長期投資家は今準備しているということで、こういったデータを見てみるとある程度上昇局面が1年以内に来るんじゃないかっていうのも、まあ、あの1年以内ってまあそりゃそうだろうなみたいに思うかもしれませんけれども、半年ぐらいから1年ぐらいで今後ビットコインの大きな上昇相場が来るという想定で動いておいても、まあ、面白いのかなというのが、まあ、今回のこのグラスノードの分析となっております。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、10分ぐらいでやるって言って結構長くなってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、一応この、分析結果については、まあ、ベアケースブルケースで、かなりスライドの枚数とかも、まあ、違ったかもしれませんが、まあ、今ですねオンチェーンのデータを見てみると、ビットコインのデータでマイナスに見る要素っていうのはそんなにやっぱり多くないんですよね。で、見れば見るほど、まあ、長期的に、ポジティブなニュースというか、まあ、データが非常に多くなっているので、ビットコインを、まあ、買っていくタイミングとして、まあ、面白いタイミングでは、まあ、あることは間違いないですよね。で先日もお伝えをした通り、僕もちょっとずつ、
ビットコインは買ってるんですけれども、昨日今日のこの上昇では、まあ、そんなに大きく上昇しているって感じもないですし、まあ、あの来週も FOMC がありますし、 FOMC の内容次第ではまた大きくドーンと下に下がってくることもあるので、まあ急がず、まあしっかりとちょっとマクロの様子も見ながら動いていくというのが、まあ、一つ前提としていいんではないかなと思います。ただし今後どれぐらいのスパンでビットコインを買いだめていくかというのを考えてみると、まあ、一応今2024年に半減期が来るということも言われているので、まあ、それまでのどれぐらいの期間、まあ、たとえ価格が下がったとしても、まあ、買っていける余裕が自分の資産として持てるかというところは、まあ、今買うかもしくはもうちょっと様子見たいかというところもあるかもしれないですよね。まあ、ビットコインがその2万ドル割れというところでこれを高いかどうかというふうに考えるのは、まあ、今、まあまだ下がるかなっていうので怖いかもしれませんが、これはまあスティーブさんも言ってましたけれども、まあ、ちょっと前まで6万ドル7万ドルっていうところから、まあ、大きく下がっていることを考えると、まあ安いというかは、まあ前よりは安いと、まあ前より格段に安いという状況ではあるので、まあビットコインを将来的に買いたいなというふうに思っている方は、まあ今のタイミングから始めてみてもまあいいのかななんていうことを考えて、まあ僕は今積み立てをしているという感じですね。まあ元からちょっとは持っているんですけれども、まあちょっとというかほんのちょっとだったんですが、まあ今回またちょこ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 買い始めてみようかなと思います。はい、いよいよちょっとマーケットがまた動き始めそうな感じになってきてますけれども、まあ今後、まあどういうふうになっていくか分かりませんが、2023年マクロの環境も非常に大きく変わっていくでしょうし、金融政策という観点でもマーケットがピボットするのが、まあ、ピボットっていうのはその金融政策が方向転換しそうなのがいつかいつかっていうふうにもうずっともう常に前のめりで見てる状況だと思うので、まあ、結構ボラティティ出ると思いますし、アップサイドに向かってマーケットは行ってほしいっていうその投資家の願いみたいなものが、まあ、ありながらのマーケットになると思うので、結構ですね、本当に面白い2023年にもなるんじゃないかなというふうに今から、まあ見ていても思いますよね。でまあ、ぜひそういったところを、まあ、しっかりと、まあ、見逃さずに、投資をしていくために、まあ、このチャンネルではマクロの関係のニュースだったりとか、まあ、こういったオーチェーンのデータ分析っていうのをやっていきたいと思いますので、ぜひご興味ある方は、応援してくださる方は今後もチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。